アランタはオーストラリア海軍の駆逐艦。トライバル級。艦名はアボリジニの一部族であるアランテ族にちなむ。本艦はアランタの名を持つ初めての艦であった。アランタは1939年1月にオーストラリア海軍局に発注され、ニューサウスウェールズ州シドニーの国家トゥーシマ造船所で1939年11月15日に寄港。アランタは オーストラリア海軍のトライバル級駆逐艦では最初の艦であった。その後1939年11月30日にオーストラリア総督夫人ザラ・ゴーリーの手で浸水したが、アランタの艦隊は仙台の中ほどで停止してしまい、完全な浸水は翌日に持ち越しとなった。建造費は50万ムアップであった。 アランタは春行の1ヶ月前である1942年3月30日に就役した。アランタは1942年5月17日にニューサウスウェールズ州沖で対戦紹介を行い最初の作戦行動を開始した。これらの任務の中で特筆すべきものとして5月16日にアメリカ海軍の駆逐艦パーキンスとオランダ海軍の軽巡洋艦トロンプと共に 成果のない対戦紹介任務中に、ロシア船ワレンへの発砲と調査を行ったことが挙げられる。5月18日、アランタとトロンプは、シドニーからポートモレスビーへ、オーストラリア陸軍第14旅団の商兵4735名を、運ぶオランダ船4隻からなる、ZK-8 船団を護衛した。1ヶ月後、アランタは、オーストラリア沿岸を行くいくつかの船団を護衛し、 さらに8月初旬には、ニューギニアへ向かう複数の船団を護衛した。この任務の中で、アランタは1942年8月24日に、ポートモレスビー沖合において、日本海軍の潜水艦理33を発見、爆雷攻撃を加え撃沈した。1942年9月4日、アランタは、ポートモレスビーを立ち、ミルン湾の部隊へ補給物資を運ぶ、輸送船。 安春とオランダ戦ダスヤコブからなる、急に戦乱を、スループスワンと共に護衛した。9月6日の朝にアランタと、安春は、ミルンワンに入り、安春は、ギリギリのポンツーン浮き桟橋に横付けすると荷下ろしを、はじめ、安全のため夜間は沖に退避した。しかし、アランタがスワンとダスヤコブと合流して南へ、向かっている間、現地指揮官からの命令で、安春は、夜間も、 物資の揚陸を行うことになった。だが、その結果、安春は夜の間に日本の軽巡洋艦天竜と駆逐艦嵐に攻撃されて沈んでしまった。1943年1月、アランタは戦団後衛任務へ戻る前にティモールから連合軍のゲリラを脱出させた。同年5月にアランタはアメリカ海軍第74任務部隊に参加するため、 戦団護衛任務から解放された。アランタは、ウッドラーク島とキリウィナ島への上陸作戦である、クロニクル作戦に参加。7月には、第74任務部隊から離れ、オーストラリア周辺で紹介と、戦団護衛、改装を行った後、10月29日に、ブリスベンで第74任務部隊に復帰した。以降は11月5日まで、ミルン湾で、 オーストラリア海軍の従順洋艦オーストラリア、シュロップシャー、駆逐艦、ワラムンガとアメリカ海軍の駆逐艦、ラルフタルボット及びヘルムと行動した。駆逐艦ニコラスから見た、アランタ。1943年7月撮影。11月下旬、アランタはニューギニアの日本軍弾薬集積所を砲撃し、 1943年12月から1944年1月まで、アラブへの戦い、グロスター岬の戦い、セーダー上陸を支援した。3月、アドミラルティ諸島の戦いに伴い第7、騎兵連隊をアドミラルティ諸島へ輸送し、上陸後の支援砲撃を行った。4月から9月にかけては、ホーランジアの戦い、バクデの戦い、美ク島の戦い、 ヌムフォア島の戦い、サンサポールの戦い、モロタイ島の戦いと各地を転戦し上陸支援を行った。ホーランジャ上陸を支援するアランタナ砲手。続いて10月13日にアランタはフィリピンのレーテワンへ向かう艦隊に加わった。アランタはアメリカ海軍のハッチンス、バッチ、ダリー、キレン、ビールからなる第24駆逐艦船隊に加わり、10月25日の すりが海境界線で、西村昌治中将率いる戦艦山城、武装、航空巡洋艦最上と駆逐艦4隻からなる、第一遊撃隊、第三部隊を迎撃した。アランタは、日本の駆逐艦しぐれに、魚雷攻撃を行ったが外れた。日本艦隊は壊滅したが、しぐれは猛烈な砲雷撃を逃れ脱出に成功した。 詳細な時期は不明ながら1944年から1945年にかけてアランタの塗装はそれまでのオーストラリア海軍のグレー二色迷彩からアメリカ海軍の濃いブルー一式の塗装に変更されている。アランタの資金に特攻機が落下した瞬間を捉えた写真。1945年1月5日、レーテ島の戦いで上陸を援護中だったアランタは 神風特別攻撃隊の特攻機による攻撃を受け、直撃は避けられたものの一機がアランタの資金に突入し、乗員2名が死亡した。2月13日から15日にかけてアランタと姉妹艦ワラムンガは、リンガ沿岸を出発しマニラの西方約 480km 海上へ展開、北号作戦でシンガポールから、 日本本土へ向かう日本海軍の航空戦艦日向、伊勢、軽巡洋艦を淀ド特築艦3隻からなる艦隊を攻撃するアメリカ陸軍航空隊の航空機が悲劇通夜あるいは不時着した場合の搭乗員救助に備えた。しかし悪天候により航空攻撃は行われず何も起こらなかった。艦部隊は全艦が無事に日本へ到着した。 アランタは3月から4月にかけて改装が行われた、あと5月10日から11日にアイタペの戦いで第6師団を支援した。6月10日にはブルネーワンの戦いで第9師団を支援し、6月下旬には7月1日の上陸に先立ち、ルートンとバリクパパンの敵陣地を砲撃している。それからアランタはシドニーの国家トゥー島に戻り改装中に終戦を迎えた。 改装完了後の1945年10月、アランタはイギリス太平洋艦隊に加わり、イギリス連邦占領軍に参加した。1946年3月まで日本近海で行動した後、極東艦隊の展開としてパクアニューギニアとフィリピンを巡航する。再び日本に戻ったアランタは1947年4月初めまで止まっていた。 1948年6月にアランタはいくつかのメラネシアの島々を訪問。1949年の終わりから、兵装、レーダー、ソナーの更新を含めた近代化改装の準備が始まり、1950年から実際に作業が行われた。しかし6ヶ月以内の予定で始まった改装は、実際には2年も費やしたため完了時にはすでに旧式化していた。 改装直後のアランタ。1952年11月撮影。1952年11月にアランタは対戦駆逐艦に再分類され現役復帰した。改装後にアランタのペナントナンバーは D130 に変更されている。1953年いっぱいをオーストラリア周辺で過ごしたアランタは1954年1月に 朝鮮半島へ向かい朝鮮戦争休戦後の国連軍による警戒活動を支援した。同年8月にオーストラリアへ戻り1955年5月まで止まった後、マラヤ連邦に向かったアランタはイギリス海軍及びニュージーランド海軍との共同演習に参加した。アランタとアラムンガはシンガポールで改装を受けた後、オーストラリア海軍艦として 初めて極東戦略予備隊に加わり、12月まで任務に当たった。その後アランタは1956年3月から4月にかけてオーストラリア北部を巡航6月にノーフォーク島とピトケアン諸島を訪問した。アランタは1956年6月14日にシドニーで退役し、予備役に置かれた。予備役に置かれた。 アランタは1956年12月21日に除籍された。その生涯でアランタは357,273回を航海した。アランタは1968年11月1日まで保管された後、台湾の台北にある中国鋼鉄にスクラップとして売却された。アランタの艦隊は1969年2月12日に 日本の深田サルベージ建設の衛星、東高丸によって栄光され最後の地となる、はずの台湾へ向かったが、翌2月13日に浸水が発生し、復旧作業の会なく、艦を救うことは、不可能と判断された。アランタはその日、ニューサウスウェールズ州沖65マイルのブロークン湾の海底へと消えていった。アランタは生涯で5個の戦闘名誉賞を受賞した。 パシフィック1942-45ニューギニア1942-44レーテガルフ1944ディーンガインガルフ1945ボルネオ1945これら5個以外にもアランタはガトー1942も受賞しているがこちらは受賞にふさわしい功績を挙げていないとして後に抹消されているアランタは第二次世界大戦の大部分を アメリカ海軍第7艦隊の任務部隊で過ごしたため、オーストラリアの艦艇研究カビックカッセルズによれば、アメリカ海軍で最も有名なオーストラリア海軍駆逐艦の一隻であったという、ありがとうございます。